スライスしたシュバルツベルター神剣シュバルツベルダー。神剣はドイツのシュバルツバルト地方で作られる多様な豚肉の燻製ハムである。ハムには豚もしくはイノシシの伝お及び太ももの肉が使われる。シュバルツベルダー神剣はヨーロッパにおいて燻製ハムのベストセラーである。欧州連合の原産地名称保護制度に基づき、どんなものであれ EU で、 シュバルツベルダー真剣として販売するためには、ドイツのシュバルツバルト地方で作られたものでなければ、ならない。しかし、非友諸国おいては、原産地名称保護制度による規制が及ばないため、特に、アメリカとカナダにおいて、多様な品質の商業生産されたハムが、シュバルツベルダー真剣として市場に出回り、販売されている。シュバルツベルダー真剣の生産には3ヶ月かかる。 生のハムを塩漬けにし、ニンニク、コリアンダー、胡椒、ジュニパーベリー及びその他のスパイスで風味付けをする。十分に熟成させた後塩やスパイスを取り除き、そこからさらに2週間塩漬けにする。その後、25度で数週間で煮干し、その間にハムは赤い色になる。シュバルツベルダー神剣は非常にはっきりとした味をしており、ドイツ料理において一般的に用いられる。 例えば生でパンや果物に乗せたり料理の材料として使われる。ドイツではシュバルツベルダー新券は 1kg およそ14ユーロで販売されている。ありがとうございます。